が嫌なくせに、いつの日か熱狂や感情さえもどっかに置き去りになって、抜け殻になってしまう。でも目を背けるの、その心の扉を今の僕して訪ねてみたんだ。本当の気持ちを知りたくて聞かせて。君は感情的で僕によらせ沈着で、相棒は自慢な証明。行きたいな行きたいな、もう一度だけ呼吸を合わせて、合図を送るから、この僕の心を沸かせて沸かせてくれ。絞れないでいるのなら、胸にそっと手をかざして話してみるの。子供の頃は世界の人工的な存在だと思ってたんだ。恥ずかしくなってきた、また目を背けるの。守りたいものがどんどん増えてきて、この気持ちはなんだ。本当の自分に気づかせて、臆病な少年、特には自己中心的で、それでも明日の向こうへ行きたいと行きたいと強く願う。君のその目にはもう迷いはないから、熱く燃える炎が心に灯るから。諦めない。